こんにちは、福山一恵です。悪魔を出し抜けの本のカウンセリングの続きのお話です。先生の話聞いてくださいね。で、自分の評価をどん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 落としていくんですね。そうすると波動も落ちますね。そして潜在意識にもう自分がダメな人間なんだっていうプログラムが入ってしまう。なんでそんなプログラムをわざわざ自分で、ね、いくら被害に遭ったからといっていとも簡単に、ね、自分で入れてしまったのか。それはやっぱり取り返しがつかない人と結婚してしまったという恐怖心だと思います、ね、この本に書かれていることを相手もそうだ、旦那さんもそうだったでしょうけど、結局自分も恐怖に負けてそうなってたというのがこの本を読めばわかると思います。そして今この2020年、世間が恐怖に包まれてますよね。僕はぜひとも本当にこの本を読んでもらいたいんです。ここに、ね、今から何をしていけばいいのか、どう考えていけばいいのかね。例えばテレビを見て、あ、偉い人が喋ってるって言って盲目的に鵜呑みに信じたり、わ、偉い人が言ってるからその通りなんだって言って、ね、盲目的に信じたり、まあ旦那がいないと困るからお金ももらわないといけないし、私が悪いことにしとこうって言って盲目的に旦那さんを信じたり、ね、そんなおかしな世の中ダメじゃないですか。自分の頭で考えてほしいんです。そのためには、ね、情報が必要ですね。ありがとうございます。自分の評価を落とさないようにするために情報が必要だと先生は言っていましたね。そしてこの悪魔を出し抜けの本を読んで潜在意識の書き換えをしているんです。ぜひあなたも一度この本を読まれてはいかがでしょうか。ブログの方でも紹介しています。よかったらそちらの方も覗いてみてくださいね。それでは次回をまたお楽しみに。福山一恵でした。